皆さんこんにちは。こんにちは。プレイルームのパオです。伊藤です。どうもどうも。本日はですね、はい、発展をやってるデザイン団。はい。今回ははいこちらドンブランパン。ローソンさんから発売されておりますブランパンでございます。はい。皆さん食べたことありますかね。どのようなパンでしょう。いやーねー、俺個人の見解よ。空気の仮想食べてる感じ。味の薄いパンって感じ。どういうコンセプトのパンかっていうと、この糖質がすごく低いパン。カロリー自体も結構低いんだね。一応ね、表記としては65キロカロリー1個あたり。一時期こうダイエット頑張ろうと思ってて食べてた時期があったんやけど、うん、味が薄いのに耐えられるまあでこれをなんか美味しく食べたい。今回はこの味気のないブランパンをいかに美味しく食べれるかというのを挑戦していきたいと思います、はい、こちらに何も施していない普通のブランパンザを用意しました。はい、いただきます。味気はないね、確かに、うん、何度も咀嚼しないといけない感じ。美味しいもんって早く飲み込みたいやっていうパンに変えていきたい。で今回は、ちょっと方向性を2つ分けて、はいはい、試していきたいと思ってます、はい、1つは、うん、ぬる系。あ、なるほどね、はいはいはい、パンにいろいろぬる系 ね。でもう1つが挟む系。なるほど、サンドイッチ、うん、そういうこと。あ、はい、わ楽しみ。この2系統でそれぞれ4つずつ使って試していきたいと思ってます。はい、はい、では行ってみましょう。作っていきます。ではまず、はい、塗るやつを試していきたいと思います、はい、最初に塗るのはこちらバターです。イエスはい、オッケー。うーわう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 わ乗りましたよ、カロリーが。はい、お好みで砂糖をかけますうわー、マヨネーズもはやいただきます。おいしい。あれ、あんまり、あんまり。なんで。なんかね、スカスカ感がまだ上回ってる。そう、もっとバターかじりや。ナイススティック、ナイスル。二つ目は、はい、こちらじゃん。あー、メープルシロップ。なるほど、はい。あー、すごいすごいすごい、染みていく、染みていく、入っていく。いただきます。あ、これ食べやすい。うん、パサッと感を、うん、中央してくれる、ね、ではお次は、はい、こちらじゃん、いちごジャム。これはうまいでしょ。もう定番ですよね。これはもう美味しい、はい、うわよ、美味しいやつやん、これ。てみてみてみて、うん、いい感じやね。うわ、いいね、いいね、うん、照りがいいね、いいね、照りがいい、輝いとるよ。じゃあ、いちごジャムいきます。いただきます。いただきます。間違いないね。めっちゃ美味しい、これ。これがうまい、うん、いちごジャムあり。めちゃくちゃ美味しいな。よし、じゃあ4つ目。はい、4つ目いきまーす。こちらバン、ピーナッツクリーム。よし、よし、よし、みたいな。同じ色やもんな。はい、じゃあピーナッツクリームいきまーす。ピーナッツバターや、うん、うん、思った通り、うん、ピーナッツバターか。次はじゃあ挟むやつやってみましょう。はい、じゃあまず1つ目、こちらダン、チョコバナナ。イエーイ。板チョコに輪切りしたバナナ挟むと、そう、絶対美味しい、こんなんね。歯ごたえが違う、スイーツ感すごいよね。いただきます。いただきます。パサパサ感全然ないよね。何やねん、なんだろうね、これ。バナナ食感が違うだけでこうも違う、美味しく感じるよね。チョコバナナにブランパンのもっちり食感がなんかいい感じに来てるね。ね、なんかチョコが硬いのがまたいいアクセントな感じが、うん。お次はこちらじゃん、ハムチーズ。イエス。これはシンプルに、チーズとハム、うん、スライスチーズとハムを挟んだだけのものです。これよ、これよ、このサンドイッチ感、うん、サンドイッチ感ね、最強だ、はい、いただきます。いただきます。これあ、好き、うん、ああ、結構反応がめっちゃいい、うん、甘いのを食べてた時って、うん、その食べた瞬間は甘いんだけど、うん、ちょっと油断すると、うん、味気のない部分が見える瞬間がそれが見えない。はい、お次はこちら。イエス。ドラウインナー。イエス。まあまあホットドッグ的なね、うん、こんなうまいよ、うまいにあったらよ。もうこれにキャベツ刻んだやつも入れたい。期待を込めていただきます。うわ、これや。
美味しいね。美味しいよ。もっとケチャップ欲しい。あ、ほんまに？十分やん、俺。ラスト。いきます。ダーン。焼きそば。焼きそば。焼きそばパンとかも。ねえ。間違いないやろ。これはうまいと思うわ。見て、この感じ。焼きそばぎっちり詰まってますからね。具と一緒に。ほんまにブランパン？行きましょう。行きましょう。焼きそばパン行きます。いただきます。焼きそばうまっ。おいしいけど、焼きそばに支配されすぎてる感ある。まあ確かに焼きそば食ってる感じは、うん、焼きそばのボソボソに、このブランパのボソボソがすごいこう、うん、うん、ミルフィーユ。食べにくさは上がった気がする。飲み込めへんもん。うんね。あー、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。今回、いろいろ試してきました。はい。塗るやつ4つと、挟むやつ4つと。美味しかった。で、結果、どれも美味しかった。どれも美味しかったね。どれも美味しかった。美味しかった、美味しかった。でもね、各々の一番を決めないといけないんです。うん、なるほどね。はい。じゃあ発表していきましょうか。うん。私の1位は、はい、ハム&チーズ。あー、挟む部門ね。はい。挟む部門の中で来ました。塗るやつ、もうどれも美味しかったんだけど、うん、その甘さの中に、たまに出てくる味気なさ。うん、なるほど。うん。がやっぱり、ちょっと目立ってしまったっていうのと、うん、でそれがやっぱりなかった。でもう一つ決め手になったのが、ブランパンってもともと糖質を抑えたパンじゃないですか、うんうん、で それのコンセプトがあるから、甘いものをつけちゃうと基本コンセプトから外れちゃうねと思って、うん、私の1位は、はい、いちごジャムでした。おー、もともとそういう風に作られたパンやけど、うん、あのお前関係ないと、カロリーもうまく食いたいんやった。そう、うん。っていうのの中、一番、あ、これ何個もいけるって、あ、軽い感じがすごいしたのが、いちごジャムだった。ブランパン作った人からしたら何してくれてるって話になるけど、これが一番美味しく食べれたね。皆さん、味気がないというか、少し物足りないなと思うブランパンを食べる際にはですね、いちごジャムか、はい、ハムチーズ試してみてください。おすすめですよ、本当に美味しいからね。美味しい、しかも食べちゃうやつ全部美味しいけどね。ということで本日の動画はこの辺にしたいと思います。はい、バイバーイ。来てる、ほらバンゴー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 バン